裁判所によって選ばれた後見人が本人の財産を管理する。あれが三女です。連れ子なんですよ、亡くなった奥さんの。お父さんのお金は娘の私たちのものでしょ。私どもがお預かりいたします。伝説の真珠をお持ちだとお聞きしたんですが。6億、6億の真珠だって。姉二人が気づきました。6億、お父さんがボケた。ボケたら困るよ。これ以上母さんに仕事させないで。母さんを殺す気。仙太郎さんが作る真珠はこの海の宝だ。金に群がるハイエナと一緒。最低な弁護士や。最低なのはどっちだ。あのハガキの意味を知ってるのはあの人だけ。あんたたちの本性だ。本当よかった。お前の言う通りや。母さん、俺と母さんの夢やった。